こんにちは、AKB48 ハルピョンこと橋本エルナです。やっほー。ちょっとこの時間にご飯を食べながら配信をしていこうと思います。今日のご飯はおろし玉ねぎソースの鉄板焼きハンバーグ丼。めっちゃ美味しそう。なんか多分いつもとね感じが違う感じなんですけど部屋とライトと端末が、そう、配信の端末を今日忘れちゃって、端末が違うのですいません。ごめんなさい。まあでも私は私であることには変わりないので許してください。めっちゃ美味しそう。いただきます。すいません、全部口でやって本当ごめんなさい。ちょっと片手塞がってて。全部口でやっちゃってごめんなさい。いただきます。と春巻きもある。めっちゃ食べる。ちょっとお腹すいて。うん、うんふん、サクサク。イバジュンさんハートありがとう。ハンバーグいただきます。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しいです。熱々なんでハフハフしながら。ペンネもジャガイモも入ってる。ポテト珍しい。うん、熱すぎ。レオチさんハートありがとう。鉄道の糸さんハートありがとう。マッピーさんハートありがとう。本当に暑い。あやさん、ゆうきさん、ハートありがとうございます。本当に暑い。
とおろしのソースが多すぎるのがちょっと残念かも。ご飯がべちゃべちゃになっちゃった。うん、味は美味しいです。セブンの春巻きにシソとか入ってたっけ？初めて出会った気がする。変わった？わかんないな。何が入ってんだろう。なんかでもシソ、いや私はシソ好きなんでいいんですけど、シソの味なんてこれまでしなかった気がするので、うん、変わった気がする。私はこの後自主練します。レッスンが朝からあって、終わってちょっとやることやってたんですけど、ひゆかにハルピョンさんコンビニ行きませんって誘われて、行くってなって一緒にコンビニ行って、私もめっちゃお腹空いてたの。それでコンビニでご飯を買って、ゆうかちゃんは早めに食べて、ゆうかちゃんも自主練をしてます。普通に食べるの早さ負けた。シソじゃないのかな。うん、シソの味が。する気がする。わかんない。でも美味しい。シソ好きなんで美味しいです。シソじゃなきゃほうれん草。葉っぱの感じが
でも味はしそ、でもそこまで強くない。うん、美味しいは美味しい。そうなのかも分かんない、小松菜とかそういう葉っぱ系、なんか葉っぱ系のものが入ってるんですよ。そうでもそれがしそっていう断言できないんだけど、ただなんて言ったらいいの、最初にこれはシソかって思った時にシソの風味がしたの。でもシソかって思っちゃったからシソの風味がしたのかもしれない、うん、だから分かんない。なんか出てきちゃった、よくわかんない、ちょっと待って、邪魔邪魔、あ、邪魔邪魔とか言って、しそじゃなかったらごめんなさい。あーお腹いっぱいになっちゃった。待って、ハンバーグめっちゃ余ってるのに、半分以上余ってる。うち春巻きだけでよかったかも。あれじゃダメ。独特なロンティー、これはミャオさんのですよ。ミャオさんのなんかトレーナーみたいな。ちょっと蓋あるから蓋閉めて後で食べる。デザインかわいいよね、かわいいからめっちゃ着ちゃう。デザインかわいいし、ちょっと分厚めなのでこれ1枚でこれぐらいの気温の時外出れる。そうファンの方にいただきました、めっちゃ嬉しい。今日中に後でお腹すくから絶対食べます。これからゴンチャ多めに買ってきます。待って、今日じゃない方がいいよ。ダブルポイントデーが5日なので、5日15日25日なので、次のおすすめは25日ですはい、ぜひ。私は今から作業をします。ちょっと壊る、
そうね、この間15日終わったばっかりだからね。失礼、ちょっと 動いてもらうよ。でもゴンちゃんてかタピオカ高いからね。普通に普通に2杯で握手券1個買えるし、全部握手券換算しちゃう。普通にねタピオカ高い。余裕で何の作業。丸付け丸付けです。インクなくない？おお、インクなくない？オレンジにしよう。採点のバイト始めたことにしとこう。副業禁止なんだけど AKB。AKB 副業禁止なんだけどね。今日はこれの自主練をするために今私はここにいるので、お代理が選んだリバイバルセレクションに可愛いハルピョンがいる公演があります。小田とさ昔一緒に生誕したんだよね。それ選ばれてるかな。でも2人生誕だから選んでなさそう。会いたかったでやったんだけど確か。あ、ほら一人のやつ選んでる。小田との生誕なので、2016年か確か。まあそりゃ一人の方がいいよね。だって一人の方が映るもん。会いたかった、長かったからね。うん、そう、エイトは一緒に生誕あります。めっちゃやってた、この子と一緒にみたいな。なんでかっていうと人が多い理由、人が多いから。そう、でもやってもらえないよりは全然一緒でもいいからやってもらえた方が嬉しかったので、そう、全然やってもらえるだけ嬉しかった。当時わかんない、多分。でも私は2人でした、ね、私がやったことあるのは2人まで、私回転しない。
何の話って感じですよね。すいません、回らない。書いとかないと分かんない。回らない。バク転の話？バク転ではないです。バク転はちょっとできないバク転はちょっとできない。サインじゃないですよ。オンラインのサインはちゃんともう当日に終わりました。当日にちゃんとやってます。偉すぎ。遊び終わりの感想を人差し指でタタタタタって行くとき、タタタタタってやるとき、右行くときはちょっとどういうことかわかんないこのメモこのメモ何書いてあるのかわかんない。タタタタタンって何かわいい。タタタタタン真似しよう。うちもタタタタタ好き。これ何番なの。うわ待って、何個目の立ち位置からなんだっけ。からだ。この立ち位置ない。でもタタタタターンで通じる時もあるんですよ。フラゲとかさ、例えば最後じゃじゃじゃんってあるじゃないですかって言ったら、もうフラゲの最後だなってわかるじゃん。最後の話してんだ今みたいな。あのフラゲのじゃじゃじゃんの振りなんだけどみたいな。あ最後ねみたいな。どっちだっけみたいな。そう、なんかタタタタターンで分かる時もあるんです、たまに。でもちょっとこれは分かんなかった。これ難かったこれ何この赤丸、なんか変な赤丸。あそういうこと、広がったよってこと。これこんにちは。読み解くのも大変ですね。本当にレッスンに出れてないものもものだと。特になんかいつもより私顔の色悪くない？なんで？あれが違うのかな。多分フィルターとかもかかってないので、多分ライト？か普通に顔の色悪いかなんかこっちの方がまだなんか顔にちょっとは色あるように見える。にさびもこれ変わったよってことですか。うわ分かんない。
個聞きたいことリスト iPad にまとめよう。今日何日ですか？17日です。聞くこと、一緒な気がするな。違くなきゃ。きっと一緒。でもちょっと聞いてみます。ちなみに大サビもじゃない？大サビもだ。危ない。 iPad に今こっちのマジックで書こうとした。めっちゃ危ない。水星のはず。でもやだよ。でもやだよ。嫌なもんはやだよ。あ、待って。ありました。すいません。解決。二サビの番号ありました。大サビだけないな。大サビだけ。ちょっと何番か聞こう。2サビの番号ありました。大サビないですよね。ないです。大サビ1。あ、ムカつくムカつく。こっちに書く。大サビ番号。すいません、2サビ1ありました。本当にごめんなさい。聞く前でよかった。待ち受けはコズメケンマくんです。ただいま。タクシー。ああ。45分になったら配信終わります。ちょっと真面目にやる。そう。ちょっと真面目にやるわ。というか、この映像、映像を見ながらじゃないと、この立ち位置表だけではちょっとわからないことに気づいたので、45分までは、
45分までこれでやるけど、やばい、しゃっくり止まらん。音出せないし。これもイントロな。配信してると音出せない。そう、なので45分までは配信に集中します。これが全然あれなら良かったんですけど、極体とかなら全然もうどれだけでも音出せるんですけど、そうちょっと出せないのよ。お腹いっぱいだけどお弁当食べる。待って、配信に集中しますとか言ってご飯食べてる、ごめんやばすぎる食べてんのかい。食べる、おいしいもん。唐揚げ食べたい。でもちゃんと真面目にみんなのコメント読みながら配信する。うん、唐揚げとハンバーグじゃない、ハンバーグだけ、唐揚げ食べたいだけ。頑張れ頑張れ。頑張らなくてもいいよ、どうせハルピョンしか食べない唐揚げだから。味付いてれば何でも美味しいから大丈夫、辛くなきゃ。こんにちは。夜も配信ちょろっとするよ。ちょろっとね。多分。帰り道事故に遭わない限り。みんなハルピョンが健康に帰れるように祈っててください。本当にご飯食べることって大事って昨日気づいた、久しぶりに。生きるエネルギー、昨日も言ったんですけど、本当にしばらく味濃いとか食辛いとかなんかジャンキーなものを食べないようにしてたんですよ。もう本当になんかなるべく炭水化物も抑えめで、そうね、そうしてたらなんか何人に対してもやる気はあるんだけど力が出なかったので、昨日久しぶりにジャンキーな麺を食べたのよ。したらなんか力がみなぎってきて、そうだからみんなご飯を食べよう、しっかり。私も今日今ハンバーグ弁当っていう力みなぎるものを食べてます。
特売アンパンマン。ジャンキーパワー。思っちゃうよね。私もダイエットしてるつもりなんですけど、よし45分だ。この資料まとめと自主練頑張ります。せっかくこのお部屋を撮っているので、しっかり頑張って振りを覚えたいと思います。えいえいおお。ということでランキング読みます。寝ないようにだけ頑張る。ご飯はチビチビ食べます。いきます。1位トシさん、ありがとう。2位鉄道ナイトアットピョンドさん、ありがとう。3位トラック野郎アットゴリさん、ありがとう。4位、直吉さん、ありがとう。5位ベベモンさん、ありがとう。6位一条寺ヒカルさん、ありがとう。7位イバジュンさん、ありがとう。8位アルバンさん、ありがとう。9位タカノンさん、ありがとう。10位バージョン R さん、ありがとう。11位はかまごし1163さん、ありがとう。12位まさひろ STU48 石田千穂ちゃん推しさん、ありがとう。13位キリさん、ありがとう。ということで皆さんありがとうございました。しっかり頑張りたいと思います。今日今から音出したいし頑張ります、ちゃんと。で夜元気に配信できるように頑張ります。ということでそれではまた、ありがとうございました。皆さん見に来ていただいて、急に配信したのにみんなありがとう。またね。バイバーイ。